テゲトフ級戦艦は第一次世界大戦前にオーストリア・ハンガリー帝国海軍が建造した土球戦艦の艦級である。本級は同国海軍の建造を保有した唯一の土球戦艦である。オーストリア・ハンガリー帝国海軍は当初は全級に引き続き純土球戦艦を建造する予定であったがアドリア海を挟んで退治するイタリアが土球戦艦。 ダンテアリギエリを着工すると、直ちに計画を土球戦艦に変更した。同時期の列国の戦艦の中で、主砲に三元装砲塔を採用し、かつ、背負い式配置を採用して、主砲塔すべてを戦隊中心戦場に配置している点が先進的と評価されている。設計は、トリエステの STT 社で、全オーストリア海軍造船艦であった。 ジークフリートポッパーが関わっているとされる。計画は4隻の建造音が承認され、一番艦が1910年に着工し、同系艦が1912年から1915年に相次いで竣工した。テゲトフ級の関係図。本級はジークフリートポッパーの設計で、艦型は全級である純度級戦艦、ラデツキー級に似た、低く重厚なデザインでまとめられていた。 船体は平ら乾板型船体で、艦首水面下には昇格を有していた。手法は前後乾板に3連装砲塔に収めて、背負い式で核2機を装備した。これにより、計4機の手法等が艦中心線上に配置される形となった。四千トイストファンの模型。環境の形状が姉妹艦と異なる。艦中央部には司令塔を組み込んだ。 ソーダ環境の背後に観客式の全部マストが立ち、その後ろには2本煙突が立つ。4番艦の出演トイストファンのみ、環境近辺の構造が異なり、ソーダ環境部分のフラットが2番煙突にまで延長されて、単小灯台が設置されており、2番煙突の後方には艦内に外気を送る吸気ダクトが設けられていた。2番煙突背後に関西艇搭載課題が、 両舷には核一機の揚州用クレーンがそれぞれ設けられた。煙突の後方には短脚式の後部マストと後部司令塔が配置された。煙突の後方に関西艇統細部を設けたのは手砲発砲時の爆風の影響を軽減するためである。メディアを再生する出演トイストファンの動画、手法や副砲のミサオア法訓練が見られる。手砲塔の配置は イタリア海軍のダンテ・アリギエーリが主砲塔を甲板上に等間隔に配置していたのに対し、本級はアメリカ海軍のサウスカロライナ級と同じく前後ともに背負意識配置を採用している。背負意識配置は全長を短縮できるメリットがあるが、高所にある主砲塔が艦の重心を上げて、 横揺れが大きくなる傾向にあるので、排水量2万トン前後の土球船艦時代ではあまり積極的に採用している国は多くない。本級を運用する海域が波浪の少ない内海であるアドリア海であったことから、土球船艦の中でも比較的小型の本級で背負い式配置を採用することが可能となった。副砲は船体中央部原則のケースメート部に配置され、 単層砲画で片言6機ずつ計12機が配置されていた。メディアを再生するシェントイストファンの浸水式の動画0時12分に並列型の抱き配置0時27分で独特の監視構造がよくわかる。監視形状は水線下を膨らませて監視の浮力を稼ぐイギリス式を採用したが昇格から下の部分を斜めにカットして 水中魚雷発射艦を装備したのはドイツ式である。カットの度合いはドイツ艦と比べても大きく、低速時の直進性はかなり損なわれたと伝えられる。戦隊後部の火事はこの世代としては珍しい並列式の2枚火事で、比較的短い前兆と艦首形状と相まって旋回剣は戦艦としては小さく、運動性に優れていた。しかし、重心が高めなため、 全速で舵をいっぱいに取ると艦が10度近くも傾斜した。特に主砲塔の思考方向と艦の旋回方向が一致していた場合は、主砲塔の重量のため傾斜が復元性の上危険な水準に達し、高速時に敵側へ向かう急転打は行うことができなかった。テゲトフの3番主砲塔と4番主砲塔本級の手砲は全級に引き続き帝国内の 火砲メーカーである四股田製1910年型計 1030.5cm 砲を採用した。当時の 30.5cm 砲弾としては、重量級に属する砲弾重量 450kg の鉄鋼弾を使用し、行角20度での射程距離2万 m という性能であった。砲塔の装填機構は、行角2度の固定角度装填形式で、砲身の不行能力は、 行角20度から深く3度、旋回角度は、守備線方向を0度として、左右140度であった。発射速度は、竣工時は、毎分2発であった。砲弾の搭載定数は砲1門につき76発と、やや少なかった。イタリア海軍に次いで3連装砲塔を、土球戦艦時代において採用した数少ない、艦級の一つで、 砲塔の開発もシコ打者である。この3 0 5トル三連装砲の開発に際してはビッカース社からの技術導入が行われている。しかし、当時三連装砲塔の開発は他国にも類例が少なく、本級の手法では経験不足からその後は見られないような設計が採用されていた。後の時代においては、砲弾と創薬を 装填機構まで運ぶ揚げ弾機は、主砲一門につき一機がつくのが普通であるが、これに対し、守護打者は構造を簡略化して、重量を軽減する目的から、溶弾機は、各方針の間に一機ずつの計二機しか、設置しなかった。これにより、三門のうち中央砲の装填には左右、どちらかの溶弾機を併用するしかなく、戦闘時には、 実質的な火力は8問しか使えないこととなった。本級の設計当時は、すべての問数を使用する救世車を行うことは稀で、通常は、断着観測の容易さと、実践発射速度の向上を目的として、すべての問数を使用せず、半分の問数を使用する、交互な方による、生車方法が主流であったため、発射待ちの方針は、最大でも2問なので、毎星車での6問発射は、 ほぼ確実に確保でき、交互打方で見る限りはで弾率はさほど低下しないと、基上では考えられていた。しかし、照準が合致した後の戦闘時にはおのずと上げ弾機は、フル稼働状態となり、中央砲の分の要弾機がないことは弱点になりうる。本級以外の三連装砲の採用例では、アメリカ海軍の14インチ45後継砲塔が、要弾機2機、左上げ弾機が、 左方と中砲を担当する。ただし、ようやく機は一門につき一機であった。その他はいずれも砲と同数の溶弾機を装備している。本級の副砲は、フランスやドイツなどの欧州戦艦と同様に、打撃力を重視する考え方から、シュコダ社の新設計1910年型計1015センチメートル砲を採用した。この点イタリア海軍などがイギリスに習い、 速射性を重視して1 2トル砲を採用したのとは異なっている。その性能は重量4 5 5ラムの砲弾を使用した場合、行角15度での射程距離1 5 0 0 0ルであった。方針の不行能力は行角15度、深く6度で、旋回角度は120度であった。装填形式は自由角度装填で、 発射速度は人力装填のため毎分6発であった。これを1番艦班と2番艦班の間に単装砲形式で片弦6門計12門を装備した。門数が少ないのは装備可能位置が艦中央部に極限されたためである。その他に水雷艇反撃用に6.6センチメートル速射砲を単装砲が形式で計18機装備した。 水雷兵装として53.3センチメートル水中魚雷発射管を監視と艦尾に1門ずつと2番手砲塔の左右に1門ずつの軽4機装備した浸水するシュチェントイストファン撃沈されるシュチェントイストファンオーストリアハンガリー帝国海軍の戦艦の防御は当時としては優れた部類に入り艦内の居住性を苦しいものとしても ダメージコントロール装置と防御区画の充実を図っていたとされる。本級においても大会での作戦行動は考慮に入れられていないので燃料搭載分を減少して浮いた重量を防御重量に当てた。この他、手法配置の面でも努力したように充実した装甲防御力と重兵装を備えながら比較的小型の船体にまとめた設計であった。 本級の防御様式は、水線部付近の広範囲を広く薄く防御する全体防御形式であり、ドイツ海軍の主力艦とも類似している。水線部の装甲は、最大走行圧 280mm と厚くは、内部が1番主砲塔から4番主砲塔の間にかけて、主装甲範囲は広くとってあり、集中防御方式とは、対極的な防御方式となっている。 主装甲帯から艦首と艦尾にかけての水線部装甲は150ミリメートルから130ミリメートルへとテーパーしたまた水平防御は18ミリメートル装甲とプラス18ミリメートル鋼材で計36ミリメートルの甲板装甲に原則と接続する48ミリメートルの傾斜装甲甲板を組み合わせているまた 大嫌い防御として艦底部に水平に2 5ト、mm、ルの鋼鉄を張っている。ただし、関係の小ささから、艦内の水雷防御縦壁の配置などに無理を生じた、嫌いがあった。4番艦の出演トイストファンは、洋上での戦闘公開中に、第2ボイラー室付近に受けた一発内し二発の、光なりで、水雷防御縦壁を破られ、最大容積を持つ、 間室区画に大浸水を起こし、短時間で右舷側区画で浸水が拡大して、転覆沈没するに至った。航行するフィリブス・ウニティスを描いた H 番艦から3番艦については、主艦をヤーロー式石炭、重油根召艦とし、12機を搭載した。主機会は、当時の最新技術である蒸気タービンを選択し、パーソンズ式直結タービンを採用した。 この蒸気タービン機関は、それぞれ別個の推進機を有する高圧タービンと低圧タービン各一機を一組とする構成としており、これを各弦一組当て搭載し、2組4軸で、機関出力27000軸馬力を得、速力20.3ノットを達成した。4番艦、シチェントイストファンのみは、機関部の構成が異なり、主艦は、パブコックウィルコックス射程石炭、 重油根症艦12機とし、主機械もアイグカーチス式直結タービン2機とした。機関出力26,410馬力を2軸で、まかない、速力は20.0ノットとなった。フィリブス・ウニティスの断面模型1番艦から3番艦までの、機関配置は、1つの艦室につき主艦3機ずつを並列に2列に配置して6機を搭載し、艦室2室の後方に、 重角壁で左右に分かれた機械室が配置され、各機械室内には外側に高圧タービン1機、内側に低圧タービン1機が設置された。間室、機械室を交互に分離する配置は採用されておらず、状況によっては一発の被弾で、双方の間室の破壊につながる恐れはあった。4番肝、出演トイストファンは、機械室の構成をことにするものの、 同館の喪失時の浸水拡大は、この間室配置も影響した可能性が考えられる。第二間室からの浸水は隔壁により抑えられる、はずで、第一間室の発生蒸気で駆動する蒸気ポンプで排水作業を行ったが、浸水を隔壁が止められずについに第一間室も、貫水して排水が不可能になり、航行も不能となった。写真は、 ポーラ軍港に行こう本級三隻。中央右奥に見えるのは、全土急戦艦エルズヘルツオークカール級の一隻。ありがとうございます。